岩田運動公園は愛知県豊橋市岩田町に所在する運動公園。日向は本町土地区画整理事業から1981年に伴い誕生。以前は豊橋園下工場もあった。1978年に工事着工。1989年に全面供用開始。水新地周りには春は桜、夏は紫陽花、秋から冬はカモがやってくる。 水新地周辺にはバーベキューの禁止の看板。また、豊橋市民球場周辺にはペットのリードの義務、猫への餌与え禁止の看板が立っている。豊橋市民球技場にはテニスの壁打ち場があり、クラブハウスに申し込むことで無料で利用できる。2008年には全国では初めてとなる愛知県警察と豊橋市の協力で、 コカ・コーラ・セントラル・ジャパンが自動販売機で受話器を取るだけで警察と電話できる機能を備えたお助け自動販売機が設置した。しかし、つけて間もなく何度も落書きされる事件が発生した。犯人は張り込んでいた愛知県豊橋警察署の警官に現行犯逮捕された。西側の駐車場には電気自動車の充電器が設置されている。水新地周辺には 日本宝くじ協会が設置したベンチがある。運動公園前停留場。ありがとうございます。